アンジール、戦争が終わったぞ。みんな喜んでる。でも俺は。その剣は我が家の誇りなの。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。どこ行っちまったんだよ。はい、ザックス。久しぶりだな、ザックス。セフィロス。ラザードの部屋へ来い。わかった。Activating combat mode.よう、ザックス。戦争終わっちまったな。そうなんだよ。俺の活躍聞いただろ。いや、それが全然。社内報には名前も載ってなかったぞ。テレビはセフィロスの活躍のためって言ってるしな。だってセフィロスは B 隊で。ま、英雄はメディアが作るってことさ。夢壊すなよ。おめでとう。君は本日付でソルジャークラスファーストに昇格だ。あれ、あんまり嬉しくない。無理もない。いろいろなことがありすぎた。ザックス、早速だが頼みたいことがある。また俺に任務を押し付けるつもりか。悪かった。いいけど。任務の内容だが、その前にザックス、ブリーフィングルームへ行ってクラスファーストらしい服に着替えてきたまえ。君がザックスか。そうだけど。クラスファーストにはマテリア合成の使用権限が与えられる。おお、でどうすりゃいいんだ。メインメニューを開いてみたまえ。マテリア合成が選べるようになっているはずだ。早速この2つのマテリアを合成してみるといい。マテリア合成がどんなものかわかるだろう。何か知りたいことがあれば私に聞いてくれ。会社はジェネシスと配下たち、そしてアンジールの抹殺を決定した。それを俺が。いや、シンラ軍が投入される。じゃあ俺は。信用されていない。ソルジャーの仲間意識が行動を鈍らせるとな。そりゃ鈍るさ。だから俺も出る。抹殺に。侵入者。どこに。ここだ。セフィロスは社長室、ザックスはエントランス。任せろ。なんでシンラの兵器が本社を襲ってんだよ。ジェネシスの仕業かよ。
セフィロス、侵入者はジェネシスコピーだ。これはおそらくホランダーの差し金だな。誰だそれ。コピー技術を盗んで失踪した神羅の科学者。ジェネシスとそのホランダーってやつが手を組んでるってことか。かもしれないな。二人の目的は何だろう。ホランダーは科学部門の主導権争いで敗れている。そのせいで神羅に恨みを抱いていた。おそらく復讐だろう。くだねえ。でジェネシスはそんなことに協力してるのか。信じたくはないが。じゃ信じない。そうしよう。さあザックス、八番街でもジェネシスコピーが目撃された。行くぞ。こりゃ大変だ。二手に分かれる。了解。お姉ちゃん大ピンチ。八番街はタークスの担当だぞと。それどころじゃないだろ。ゾン、なんとか言ってくれよ。あいつなら心配ない。あらま。他のエリアの様子は。ミッドガル中モンスターだらけだぞと。ソルジャーたちも苦戦している。レノ、ルード。はい、よっと。頼む。了解。タークスまで借り出されてんのか。ソルジャーが出払っているからよ。人手不足だからな。あんたもタークス。シスネよ。俺、ソルジャーのザックスな。ザックス、任務中ではないのか。目的は同じだ。ここを手伝おうか。ありがたい提案だが。あら、心強い。じゃあ、ゾン、ザックス、後でね。なのか。Activating combat mode. うらの頃ね、翼があればいいと思ってた。天使みたいな翼。人間に翼があったらそれはモンスターだ。翼は自由になりたい人たちの憧れ。決してモンスターの証じゃない。さすがソルジャークラスファーストね。本当に強いわ。ソルジャーはタークスと違って戦うのが仕事だからね。これさっき助けてくれたお礼よ。じゃあ私次の仕事に行くわ。ザックスも任務があるんでしょ。ああ、あるある。またどこかで会いましょう。八番街が片付いたら
5番マコーロへ来い。何か分かったのか。アンジールの目撃情報だ。見つけて抹殺か。軍が本格的に動くまでわずかだが時間がある。それまでに俺たちで奴らを見つけ出し、どうするんだよ。抹殺に失敗するのさ。マジ？ああマジだ。最高かもしんない。アンジールの顔がついてる。ジェネシス以外のコピーも可能になったというわけだ。本社ビルのトレーニングルームに、うん？セカンドたちの留守に忍び込んではよくふざけていた。ジェネシス、アンジール、俺本当に仲がいいんだ。どうだか。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の源、かすかなさざ波を立て。ラブレス第一章。詳しいな。毎日聞かされれば嫌でも覚える。ヘラヘラして剣を振るなよ。どっちがだ。さあ、おもちゃの剣は片付けろ。さすがはセフィロスか。アンジール、下がってくれ。セフィロスと勝負がしたい。ジェネシス、俺も英雄になるんだ。いいだろう。その余裕いつまで持つかな。破壊する気か。英雄になりたいだけだ。
ンジール。邪魔だ！ジェネシス！かすり傷だ。放っておいてもすぐ治る。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。で、平気だったのかよ。問題ない。ジェネシスの傷についてはな。だが、アンジールが。アンジール、どうかしたのか。その後、延々とアンジールに説教された。なんて。いつも同じさ。心構え、夢、希望、そんなのだ。ああ、わかる気がする。やはり、二人はホランダーと組んでいるのか。どうしてこんなことに。モンスターが入ってる。ここでコピーを作ってるのか。ホランダーが発案した実験だ。生まれたのはごく普通の子供だった。つまり失敗だったはずだが。頭クラクラする。ジェネシスが姿を消す直前だった。怪我は軽いはずだった。だがなぜかジェネシスの回復は遅れた。ジェネシスを治療したのがホランダーだった。ホランダー博士、ジェネシスの容態は。腕の傷から魔鋼が入ったのが良くなかったようだ。治療法はないのか。まず輸血が必要だ。君ではダメなんだ。なぜ俺ではダメだったのか。GK ソルジャーか。プロジェクト G によって生み出されたのがジェネシスだ。プロジェクト G。 プロジェクトジェネシス。このレポートとは裏腹にジェネシスには明らかな変化があった。劣化？それだけではない。コピー？うん。こんなもの。セフィロス。ホランダ、やはりここにいたか。私をどうにかする気かな。となるとジェネシスとアンジールの劣化は誰が止めるんだ。ジェネシス。ホランダを渡さない。
ザックス、追え。惜しみない祝福とともに、君は女神に愛された。世界を癒す英雄として。ラブレスか、相変わらずだな。三人の友は戦場へ、一人は捕虜となり、一人は飛び去り、残った一人は英雄となった。よくある話だ。俺たちが演じるとすれば、英雄の役は俺かお前か。お前がやればいい。はあ、あんたの名声は本当なら俺のものだった。くだらん。今となってはな。俺が最も手に入れたいのは女神の贈り物だ。人への道はそれほど甘くないぞ。必要なのは強さだけじゃないんだ。んなこと分かってる。でも俺はファーストになりたいんだよ。いいかザックス、ファーストになりたいなら夢と誇りを忘れてはいけない。そして俺の夢は英雄になること。分かった、ならば応援してやる。こっからが本番だ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。あんた、自分がやってること分かってるのか。ホランダーの言いなりか。何がしたいんだよ。世界征服。つまんない冗談はやめてくれ。では復讐か。誰に。アンジール。俺はモンスターになってしまった。モンスターの目的など復讐か世界征服くらいしか思いつかん。違う、翼はモンスターの証じゃない。ではこれは何だ。なるほど、ならば天使はどんな目的を持てばいいんだ。俺はどんな夢を見ればいいんだ。天使の夢は一つだけ。教えてくれ。人間になりたい。